手を行います。青コーナーよりザ・コブラ戦士の入場です。今回タイガーマスク、初代タイガーマスクがコブラを承諾してくれて非常に感謝しています。自分の持っている力を発揮して、ベストを尽くします。すれ違いっていう感じだったと思う。西日本プロレスの時これで本当にどんな対決が展開されるのか楽しみなんですけども、個人としてはどんなファイトを見せようと考えているんでしょうか。まあ、自分がコブラとしてやってきたことのね、中のものをマリングで出して戦いたいです、初代タイガーマスク選手の入場です。一応完治しましたので、ある程度ベストというベストではないですけども、今の状況では最高な状況に仕上がってますけども、はい。まあ、なんか合宿されてたようなお話もあったんですけど、その成果は、ある程度は来てるんじゃないかと思いますけど。じゃあ、佐山さんおっしゃったもタイガーマスクとしての動きがもうそろそろできると。そうですね、まあ、ベストとは保証できませんけども、まあ、相手によっても違うでしょうし、まあ、頑張っては見たいなっていう気にはなってますけど、はい。新日本の若手の時代ですね、僕はずっとジョージでやってましたから。逆に言うと今日はどんな展開の試合に佐野選手は臨んでらっしゃるっていうか。どうですかね、やはりどうでしょうか、タイガーマスク表現したいですけども、まあ、ちょっとわからないですね、どうなるか。ファンは夢のカードと言ったらおかしいんですが、タイガーがいなくなった後にコブラが出てきて、それと、まあ、さらにむしろレトロ的な、逆に言うと夢のカードだと思うんですが、レトロ感覚でみんな受け取ってもらってますから、そういう期待というのは、僕は背負っているつもりなんで、いい試合はしたいなと思いますけども、はい。第4試合スペシャルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーファイティングスピリットレスリング255パウンドザ・コブラ。赤コーナーシューティング総帥215パウンド初代タイガーマスク、レフェリー和田涼太。この試合よりプロレスリングルールで行われます。
どうなの。Come on!
10分経過。
54秒、12分54秒リングアウトでタイガーマスク選手の勝ちでございます。そんなヘビー級のタイガーマスクかなと思いますけどね。まだバンバンバンと僕にはそうですね、ボール感触から行くと攻めて、あとこのまま練習一生懸命やれば 2,3 週間欲しいなって感じですけどね。そしたらなんかシュシッと動けるような気がするんですけどね。自分でも練習やってる時にだんだん元に戻ってきたなっていうのはすごくよくわかるんですけどね。